にちは。食事で血管を出す専門家、柏原幸男です。お酒のリスクを下げるためには何を食べるか、飲む時に何を食べるかがすごく大事です。はい、楽しく健康的にお酒を飲み続けるためにも、飲み続けるっていうのはなんかねないですけども、人生長く楽しい食事、お酒を、ね、楽しむためにもちょっと知っていただきたいのが、お酒の時にご飯味噌汁を取る大切さです。はい、まあ、大体ですね、酒飲みの人は最初にご飯は嫌がりますね。はい、空腹のところにキューって飲みたいって人が多くて、で大体つまみを食べるわけですけど、つまみはイコールおかずです。でやっぱりどうしてもタンパク質系が多くなりやすいですね。はい、肉、魚、揚げ物、ね、そういうものが多くなりがちなんですが、タンパク質の摂りすぎに注意でございます。タンパク質ばっかりにならないようにしてほしいですね。タンパク質も大事なんですよ。なんですけど、タンパク質ばっかりになりがちだと思いますので、まあ、そこはちょっと注意していただいて、できるだけ、そうですね、まあ、何かしら、まあ、大豆もタンパク質といえばタンパク質ですけど、枝豆とか、豆腐とか、まあ、そういうものを使ったもの、そして、野菜系ですね。野菜もですね、サラダよりも、おひたしとかちょっと煮物とか、そういうものを、あと酢の物とか、その辺意識していただくといいかなと思うんですけど、あとは何かしら、キノコ系を使ったものなんかをちょっと入れていただいて、あとそうですね、海藻系も選びやすいかなと思うんですね。もずくとか、わかめの酢の物とか、刺身にもね、つまにわかめとか海藻系が乗ってたりすると思うんで、ぜひその辺まで食べて、刺身だけじゃなくてそっちつまの方もちょっと食べていただくといいと思うんですが、まあ、そういうちょいちょいとこうね、美味しいもの、好きなものを食べていただくときに、もう一個意識していただきたいのは、なるべく旬のもの、今の季節に美味しいものを選ぶということですね。はい、これはもうお野菜系でも魚とかでも、もうまず今の旬は何という旬を楽しむというのをやっていただきたい。はい、そうすると、まあ、結構季節によって変化をする。季節のものはその季節に必要な栄養を持ってたりしますので、ね、旬を楽しむっていうのと合わせてやっていただいて、旬を感じないものばかりにならないようにしてほしいなと思うんですね。家飲みが多い方はなんかいつも缶詰みたいのとか、いつもなんか、加工肉、ハムとかソーセージとか、なんかそういうものばっかりとかにならないように、季節感を何かしら入れるっていうのを意識してほしい。そして締めでいいです。最初から取ってとは言いません。締めでいいので、ご飯と味噌汁を食べてください。締めのご飯味噌汁の効果は、まずアルコールを分解するのに必要なエネルギーを、ご飯、お米から炭水化物がアルコールの分解を促進します。これもう嘘だと思ってやってみてほしいんですけど、そうすると翌日の朝の体調がだいぶ違います。アルコールの分解が早く、肝臓の負担が少ないので、お酒の抜けが早いし、翌朝体が軽いです、ね、でいう、これもね、飲む量にもよりますけど、もうそうの飲みすぎたらダメですよ。適量飲んだ場合は本当に朝の体調が良くなります。どうしてもう一つは、おかずどうしてもタンパク質が多くなる、油っぽいものとかが入ってきたりする。それを最後ご飯を食べることで、しっかり押し出す、胃をクリーンにするんですよ。早く胃の中から食べ物を腸に送り出して、もたれを少なくし、朝スキッとします、軽くなります。はい、なのでそういう効果として、単にカロリーとして考えないでください。はい、まあ、物理的に考えていただいて、はい、肝臓を動かし、胃腸をこうクリーンにする、押し出してすっきりさせる役割として食べていただく。でそこにぜひ味噌汁を合わせてほしい。味噌汁があるかどうかでもだいぶ違います。味噌汁は、まあ、この辺の、こうね、ご飯の効果を後押ししてくれる、
っていうのと、あとですね、お酒を飲むとかなり体は冷えます。アルコールはとても体を冷やします。なので最後温かい味噌汁で締めることによって、この体を冷やすリスクをだいぶカバーしてくれる。で、整腸作用とかもありますので、嬉しい。アルコール分解する効果もあるんですね。はい。で、まあよく、ね、味噌汁っていうと、じゃあしじみって言われる。確かにしじみには肝臓機能を助ける働きとかがあって、おすすめではありますが、しじみじゃなくてもいいですよ。何でもいいです。お味噌汁だったら。しじみ汁でもいいですけども、じゃなきゃいけないってことはないです。お味噌汁、はい、をやってみてください。ぜひですね、飲んだ締めにはご飯味噌汁というこの、ね、セット。そうなんですよ。そんなに酒だけでも太るでしょ。つまみ食べて夜遅くにご飯味噌汁大丈夫ってすごく言われるんですけど、もうこれはですね、頭でいろいろ考えるよりやってみる方がいいです。はい。ちなみに最後ご飯を選ぶ時の注意点一つ、その時に、お茶漬けをなるべく選ばないこと。なぜならばお茶漬けはほぼ噛まずに流し込みです。はい。超早食いですね。で、粒のまんま入ってくるんで、これとても胃腸に逆に負担をかけやすいです。もう一つ、ご飯物なら何でもいいのかというと、そうでもなく、チャーハンとか、あと丼物よくありますよね、締めの親子丼とかチャーハンとか、この辺はねダメじゃないですけど、その前のおかずいっぱい食べてたら、チャーハンとか親子丼みたいな丼物はおかずの方の割合が高いので、そうなんです、食べ過ぎになりがちですね。できればシンプルにご飯味噌汁、またはおむすびとお味噌汁やってみてください。はい。アルコールの分解を早くし、翌日すっきり体を軽くする飲み方のコツでした。はい。次もお酒のネタを話そうかなと思っています。どうもありがとうございます。